はい、こんにちは。今日はですね、Xperia の XZ3 なんですけれども、Android 10にアップデートされて不具合が多かったんですけれども、その後修正のアップデートが来ました。アップデートしていきたいと思います。はい、さて早速なんですけれども、こちらのXperia XZ3、キャリアは au で使っております。こちらの、ですね、本体はですね、2019年の4月の末かゴールデンウィーク前ぐらいだったと思うんですけれども、 Xperia 1の発表があったため、まあ安く半額ぐらいで、販売価格が設定されていたので、その時に購入いたしました。これの前には Xperia のパフォーマンス使ってました。で、家で使う分には全然普通だったんですけども、これに変えた途端ですね、ちょっとこちらの動画見てもらうと分かるんですけれども、ネット回線が全然入らなくなりました。まあ全然というわけじゃないんですけれども、5回に1回ぐらい立ち上げると、まあこんなような状態で、アンテナは立ってるのに全然画像とかを読み込まない、こんな状態が続いておりました。ですので、ショップですね、ショップに行って SIM カード交換してもらったり、あと電波の調査員ですね、家に来てもらったりして、調査して、結局何の電波の入りが悪い場所ではないっていうのが判明したんですけれしまして、営業さんの方に電話して、初期不良じゃないのかということで言ったんですけれども、購入してから1ヶ月経ってたので、修理無料で修理っていうのはできないって言われたんですね。1ヶ月以内であれば無料で交換とかもできたんですけども、1ヶ月以上経っていたので、故障もうこちらのせいの扱いになるということで、5000円のサポート、そちらで5000円必要になりますということで言われたんですけれども、さすがにこれはですね、ちょっと私切れまして、それは納得がいかないということで、今までの経由全部話しまして、なんとか無償で、交換していただきましたが、どうやらですね、au さんとしては初期不良というなんか履歴を残したくないんでしょうかね、不備みたいな感じで交換してくれという感じでなんかお願いされまして、まあこちらもまあただで交換してもらえるならまあいいかなということで納得しまして、新しいものと交換しました。なんですが、その新しく来た機種もですね、全部データ移行して1週間後ぐらいですかね、カメラ使おうかと思って起動したところ、なんとこのカメラがですね、まだまた不良がありまして、真っ黒な画面で全然作動しませんでした。これもショップに行ってなんかリモートとかで、操作していただいて、それでも全く作動しないということで、これは初期不良ということで、また新しいものに交換していただきました。で、これが要するに3台目になります。なんですが、正直これもその当時1回目と同じように、電波の入りが悪くて画像とか読み込まないとか、そういった場面が何度かありました。でもさすがにもうデータ移行とかめんどくさいと思いまして、データですね、ちょっとかなり使ってたんで、一番安い料金プランに変更して、他の会社のですね、 Wi-Fi のルーターですねを借りて使うようにしました。ですので、もしかしたら携帯の電波の入り状況を試してないんですけれども、今もそのまま同じような状況かと思います。まあこういった経緯のある、XZ3 です。はい。で、こちらの au の Xperia XZ3、2020年の4月ぐらいですかね、Android の10に OS のアップデート来ました。しばらくしてからアップデートしたんですけれども、友達に聞いたところ、不具合が多いのでしない方がいいよとかって言われて、もうアップデートした後に聞いたんで、すごい残念だったんですけれども、一応私のですね、不具合が今こんな風に出ておりまして、とりあえずまず初めになんですけれども、まあ、ログイン画面でですね、これ今スルッといきますけど、これがもう3回4回やっても全然上にスルッと上がらなかったり、このロック画面のこのパターン入れても全然反応しなかった、解除できなかったり多々ありました。今でもあります。続きましてはゲームなんですけれども、私つむつむやってるんですけれども、そちらをやってる途中なんですけれども、動作が遅くなるんですね。ちょっと他のアプリのなんか影響もあるのかもしれないんですけれども、まあ真夜中にやって
ってても結構動作がこういうふうに遅くなったりするんで、そういった影響も結構出てました。で、続きましてが、こちらの音声認識ですかね。で、検索する場合なんですけれども、もう認識していますっていうのがいきなり出ちゃいまして、もうなんか声を拾うような状態じゃなくて、全然こちらの機能が作動いたしません。で、もう一つがこちらですね、ミュージックアプリなんですけれども、こちら、検索しようとしても、もうすでにこちらに入っているように下に見えるんですけれども、そのアルバムを検索しようとしても、アーティスト名を検索しようとしても全然もう見つかりませんという不具合が出ております。もしかしたら他にあるのかもしれないんですけれども、今私が使っている範囲ではこういったものが確認されておりますので、その後来ているアップデートでどのように改善されているかちょっと見ていきたいと思います。バージョンアップですかね。新しくものに OS のダウンロードしていきたいと思います。はい、ではこちらですね。バージョン 52.1.C.0.268 こちらに更新ということで来ておりますので、こちらで更新していきたいと思います。LTE の Wi-Fi なのでちょっと時間かかると思いますんで、また後で。はい、ではですね、最新の OS にアップデートが終わりました。ではさっき報告した不具合ですね、どのようになっているかちょっと見ていきたいと思います。一番初めに言ったつむつむの動作がちょっと遅くなるっていう部分なんですけれども、先ほどプレイしたものがあるのでこちらをどうぞご覧になってみてください。やはりですね、ところどころちょっと動作がこうもっさりするっていうか遅いところがあるんですけれども、なぜかまだそんなに2回ぐらいしかプレイしてないんですけども、すごい高得点が出ましたので、ちょっと満足してます。この点についてはまあちょっと納得いかない部分もあるんですけれども、まあ昔からちょっとつむつむと Android は相性悪かったっていうのがあるんですけれども、まあちょっと高得点が出たんで、まあ良しとしましょう。で、続きまして、で、先ほどの音声認識のとこなんですけれども、タップしてみるとちゃんと今度は音声をですね、認識するようになりました。こちらも不具合は出ております。今の言葉もちゃんと認識してなんか検索してますね。続きまして、音楽ですねのアプリの検索なんですけれども、こちらなんですけれども、欅坂っていうと、もう欅坂のアルバムがちゃんと検索されております。こちらも改善されました。はい、というわけで、無事に au の XZ3、Android 10の最新バージョンに OS のアップデートが終わりました。今のところですね、ちょっと音ですかね、ゲームの音だったりちょっと動作だったりもおっさりするところがあるんですけれども、それ以外はちょっと解消されたようです。ゲームの方もちょっと相性がもうちょっと良くなればもうちょっと高得点が出たりするのかなって思ったりもするんですけれども、それ以外のことは改善されたので良かったと思います。ちょっと古い機種にはなるんですけれども、まあこのまましばらく使い続けていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録と高評価のボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。